毎度ご視聴ありがとうございます。そして初めてご覧いただく方ね、決して怪しいものではございません。兵庫県の内陸部にあります北播磨という地域からこのような野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。今日ね、あんまりない角度でね、このカワセミを撮影することができたんですがね、カワセミの鳴き声がね、なんとか収録できないかなということでいつも思っていたんですが、ちょっとだけ聞こえましたですかね。まあ鳴き声をね頼りに撮影することも結構カワセミの場合は多いのでね、今日もね、歩数にして2万4000歩ぐらい歩いてきたんですがね、こちらね、変な止まり方をしたのかな、この尾羽がね、なんか枝に引っかかっちゃってるみたいなこの鳥なんですがね、このチャンネルはまあお尋ねチャンネルということで、わからない野鳥がね、出てきた時に皆さんにいろいろと教えていただいてるんですがね、撮影した時はね、まあ、大きさなどから、そしてこの模様もね、ちょっと、まあ、色合いなんかもそうなんですがね、チョウゲンボウが来たなというようなね感じだったんですが、改めてねこの撮影してきた映像を見てみますと、ハイタカですかね、ちょっと胸のね、まあ、模様というか、そういったのがね見えたので、今日もね朝このようなねちょっともやってるというかな、水面の方がね、そういったまあ、まあ時間帯もあるんですけどね、そういった時間帯から歩き始めております。河原ひわがね、まあ、こういった状態でよくこの付近では見かけるんですがね、このカワセミが映っている水面の、まあ、上というかな、ちょっともやっているのがね、ご覧いただけますかね。まあね、この動画が今年最後の動画になるかどうかはね、ちょっと分かりませんけどもね、まあいろいろとね、世話しないと言いますかね、年末お忙しい中ね、ご覧いただいていることと思いますのでね、一言ねお礼を申し上げておきたいと思いますね。この野鳥をね、まあ、撮影し始めてからね、何ですかね、まあ年末年始というか、まあ区切りの、まあ、時期ではあるんですがね、何でしょう冬というなんかシームレスな感じでね、そんな感じはしておりますがねヌートリアチャンネルじゃないんだからね、本当にもうものすごい数ねいると思いますよ、この北播磨の河川にはね、まあ、どこに行っても見かけますんでね、よくこのお赤痢の仲間がねこのように葉っぱをねひっくり返しているのを見かけるんですが、キセキレがこんなんやってるのあんまり見たことなかったけどね、まあ、先ほどご覧いただきました通りね、セグロセキレも一緒にいたのかな、で結構仲良くというか、今日はね、まあ冒頭ご覧いただきましたようにカワセミにも何回か出会ってね、まあ運よく撮影もできたわけなんですけれどもね、この兵庫県の北播磨の河川ではね結構本流、まあ、河口川という河川なんですがね、支流合わせてねまあまあ見かける野鳥ではありますね。
これは磯市議ですかね、まあ、その付近にはね同じくこのように、まあ、千鳥、おそらくイカル千鳥じゃないかなとは思っているんですけれどもね、まあ、言いましたようにね、もう野鳥の識別に関しましては結構いい加減なことをね、このチャンネルの動画の中では言ってることがありますので、ね、ご了承いただきたいと思います。まあ、徐々にね晴れてきましたね。あ、これがね、これウグイスやな多分な、これチュン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 みたいな、スズメの鳴き声をちょっと短くしたようなね鳴き声の鳥が結構ね、山あいとかこういった河川の、ご覧いただいた草むらの中といったらいいのかな、そういった中からよく聞こえてくるのでね、まあ、ウグイスはね、まあ、春先といいますか、特に4月5月くらいですかね、結構この河川の河原に生えているこのようなね、ヒヨドリが止まっている、モズが止まっているようなこういった木々の中でね、ホウホウケキをやってるのをよく見かけるんですけれどもね、まあ、こういった季節の中ではね、まあ、あんまり姿を見せてくれないというのかな、しかも分かりやすい鳴き声ではね、鳴いてくれないのでね、まあ、何がいるのかなってね時々思うことがありますよね。まあ、ウグイスもね結構この11月ぐらいに結構先ほどご覧いただいたような状況の中でね、結構見かけましたけれどもね、スセグロセキレイが縄張りの拠点をね示しながら、まあ付近にね同じくセキレイがいたのでね、おそらくこう縄張りを主張し合ってるんじゃないかと思いましたね。これセイタカワダチソウ止まってるのベニマシコじゃないですか、ですよね。あのセイタカワダチソウに似た植物もあるそうなんでね、植物の識別も結構いい加減なこと言ってるかもしれないんですが、結構この植物好きみたいでね、まあ先日も同じような状態の時に、ベニマシコがいるのを見かけたような気がするんですがね。あ、またこれ河原ヒワですね。何でしょうね、この今頃こういったこちらスズメなんですけど、河原ヒワにしろね、こうやって群れで活動することが多いんですかね。例えばエナガとかね、メジロとかコゲラとかね、シジュウカラ、ヤマガラなどが一緒にね行動していることがありますけれども、ああいったのも、まあ、なんかこう身を守るというか、そういった意味合いがあるそうなんですがね、どうなんでしょうね。まあ時々ね、先ほどご覧いただいたモズなんかがねヒヨドリを追いかけているような時もあるから、まあ、結局そのような場合にね、漏れている方が、まあ、身を守りやすいというような意味合いがあるのかもしれないですがね、かえって狙われやすいんじゃないかなってね思うこともあるんですが、どうなんですかね。スズメの群れの中にね、ハイタカが突っ込んでいくような場面もね見たことがあるんですけどね、まあ、この時もね結構スズメがチュンチュクチュンチュクね鳴いているのでね、何が鳴いてるのかなって思ったらね、そばでこのカワセミがね結構飛び回ってたんですけどね、まさかカワセミは鳥を襲ったりしないですよね、まあ、魚主にね取ってるんじゃないかなと思うんです、その名の通りね。これですね、先ほどね冒頭ご覧いただきました、何ですかねって言ってるね、まあ、こっちに飛んできた姿を見たらね、あ、チョウゲンボウ来たなってね、まあ、この色合いなんかもねそう思ったんですけどね。
まあ、どうやらハイタカだったのかな。まあ、ハイタカもね、結構この河川の堤防から見かけることもありますんでね。草しいかな。こうしてみると結構あの背中の白い斑点というかな、よくわかりますよね。まあこれが、まあ、イソシギなんかとね、区別する時の目安になろうかと思いますけどね。結構ね、実はイソシギに比べて大きいんですけどね、撮影している時はその大きさがね、一緒にいれば別ですけどね、単独でいる時に大きさっていうのは結構分かりにくいというか、逆に大きく見えたりねするのでね。まあ、いよいよ押し迫ってきましたね。皆さんこうどうですかね。年末というか、まあ年始の準備というか、お忙しいこととは思いますけれどもね、まあ年末と言いますと、まあ大掃除であったりとか、いうことがあると思いますがね。まあ私たちが子供の頃はね、結構大掃除なんて言いますと、こう畳をめくってね、床下までまあ掃除するような大掃除をね、やっていたような記憶がありますし、まあ、一番記憶に残ってるのはやっぱり障子の張り替えかな。1年に1回ね、もうまあ穴開けまくってね、まあそれ私が穴開けてるんだけどね、まあ、子供がね開けたやつをね、まあ、年1回こう張り替えるっていう作業をね、まあ自前でやってましたけどね、冷たい水をかけながらね、そういった作業をやってました。そしてね、まあお正月の準備といいますと、やはり餅つきかな。まあ奥戸さんなんてね、分かりますかね。まあ大体分かりますよね、ご覧いただいてる方ね、ほぼ同じような年代だと思うんでね。それでまあもち米を蒸してね、それをまあ親戚一同寄ってきてね、まあ、男は餅をついて、女衆はこうそれをね餅にするっていうようなこと。その時のね、もち米を蒸す時のあの香りがね、いよいよ正月来るなみたいな感じを持ってましたけどね。また来年もね、まあ、よろしくお願いしたいと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。野鳥たち、今日も一日ありがとう。